んにちは。スピリチュアルの女神です。あなたはツインレイについて知っていますか？最近スピリチュアルの世界でとても注目されている存在です。ツインレイはソウルメイトのようにあなたと魂のつながりを持っています。同じく魂のつながりを持つ存在ですが、ツインとソウルメイトには大きな違いがあります。今回は知っている方も知らない方も改めてツインレイについて徹底的に解説していきます。また気になる彼や恋人があなたのツインレイかどうかの確認方法もご紹介します。ソウルメイトは知っていてもツインレイを知っている人は少ないかもしれません。実はツインレイとはあなたにとってとても大切な存在なのです。ツインレイがどのような存在か、ツインレイと出会う意味などをご紹介します。ツインレイとはあなたと同じ魂を持つたった一人の男性のことを指します。魂の片割れや運命の人と言われることもあるでしょう。また男性にとってのツインレイは一人の女性です。魂は輪廻転生を繰り返し成熟していきます。しかし転生の時に一つの魂が二つに分かれてしまうことがあるのです。その時の魂の片方があなた、もう片方がツインレイと言われています。つまりツインレイとは前世からつながりを持つ魂の片割れなのです。ツインレイとの出会い、つまり運命の人との出会いをロマンチックに思う人も多いでしょう。しかし別れてしまった魂が再び一つになるためには数々の試練を乗り越えなければなりません。ツインレイと共に試練を乗り越えることで魂が浄化され覚醒してきます。ツインレイが覚醒すると二つの魂が再び一つの魂に戻っていく、ツインレイの統合が起こります。このツインレイの統合こそあなたがツインレイと出会う意味や目的、使命なのです。ツインレイとの出会いで起こる変化、ツインレイ男性と出会うとツインレイ女性には変化が訪れると言われています。そしてツインレイ女性に訪れる変化には共通する特徴があります。変化に気づくことでツインレイとの出会いや関係づくりに役立つでしょう。ツインレイ男性との出会いによって女性らしさが強まっていく、ツインレイ女性が多く見られます。覚醒や統合を円滑にできるようにツインレイ男性に認められるためなどいろいろな理由があります。ツインレイは転生する過程で男女に分かれた一つの魂です。ツインレイ女性としてツインレイ男性に惹かれていくことで女性らしさが務まります。女性らしさが強まっていったら相手の男性はツインレイかもしれません。ツインレイ男性との出会いによってスピリチュアルの感受性が強まることがあります。魂の片割れであるツインレイ男性はあなたにとってとてもスピリチュアルな存在です。同じ時間を過ごしていくうちに魂とつながりも深まっていきます。魂のつながりが深まるにつれてあなたのスピリチュアルの感受性も強まります。ツインレイ男性の感情が伝わってきたり、ツインレイ男性の考えが分かったりするのならスピリチュアルの感受性が強まってきているのかもしれません。ツインレイと出会い試練を乗り越えていくことで魂が浄化されていきます。魂のクリーンさはそのまま自信にもつながります。自信のある態度や行動はあなたをより魅力的に見せてくれるでしょう。もう一つの変化、女性らしさが強まると
お互いに作用し合うことで、あなたのさらなる魅力を引き出してくれるかもしれません。目に見えて変化するツインレイ女性も多く、綺麗になった、魅力が増したなど、周りからも言われることがあるようです。ツインレイは特別な存在なので、出会いからいつもとは違う感覚があると言います。彼との出会いと似ていたり、これからの出会いで同じことが起こったりすることがあれば、その出会いはツインレイとの出会いかもしれません。ツインレイ男性と出会った瞬間から不思議な感覚になることがあると言います。その不思議な感覚のせいで相手から目を離せなくなってしまうのです。不思議な感覚がどのような感覚なのかは人によって違います。懐かしい気持ちになったり、安心感を覚えたりする人もいれば、出会った衝撃で行動が止まってしまう人も。同じ魂を持つツインレイが出会えたことを直感的に理解しているのかもしれませんね。ツインレイはあなたと同じ魂を持つ存在です。同じ魂が出会うことによってスピリチュアルをより近く感じることがあるかもしれません。特に瞳からスピリチュアルを感じるという人が多く見られます。ツインレイの瞳を見ていると、なんだか懐かしいような気持ちや引き寄せられるような気持ちになるそうです。同じ魂ではない人同士の出会いでは、瞳からスピリチュアルを感じることはなく、ツインレイだけの特徴と言えるでしょう。ツインレイ男性とツインレイ女性は共に惹かれ合う存在です。しかし出会ってすぐには結ばれないことがあります。第一印象からツインレイ男性に悪い印象を持つことは少ないです。ぼんやりと好意を抱いていても、逆に距離を取ろうとしてしまうことがあるかもしれません。無意識のうちにこれから起こる試練に不安を感じるのかもしれません。これ以上近づいてはいけないと自分にブレーキをかけてしまうのです。ツインレイとの出会いは非現実的な出会いが多いとご紹介しました。どんな状況でもツインレイ同士は惹かれ合うのでしょう。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。